アクアだ。噂がひどい。冷静に考えたら面倒見てくれるカズマさんってすげえな。出たわね。入る。ちょっと背景が気になって入ってこない。はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはこの素晴らしい世界に爆炎を第10話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたこのスバですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、さあさあさあ、この素晴らしい世界に爆炎を第10話ということでやってまいりましたよ。もうめぐみんのいろいろと気候や、コウマ族の気候にお腹いっぱいになりながら次の話に行って、アクシズ教の、気候にお腹いっぱいになって、さあ次っていうような感じなわけなんですけれども、前回アーネスさんとね、戦って、まあ前回ついに、アクアとカズマが降臨なされたというところで、まあアクセルの街に向かい、そこに会合するまでが多分、この、この素晴らしい世界に爆炎の略し方がわからん、この爆炎をの、この、多分メインテーマというか、そこがゴールだと思うから、まあそこまで、まあ多分今カズマとアクアは一生懸命ナムなんかいろいろとなんかレンガ張ったりとかしてると思うんで、その裏でめぐみんたちはどういう動きをしていたのかとかいろいろと注目するポイントありますので、今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーいスタート。おお、カズマさん、あれそばにいるの？あー、そばで寝てる。カズマさん、カズマさんとアクアが泣いている。大丈夫か？盛大に名乗りを。うん、さあやる気満々。めぐみん、釣りしもの、うん、いない、かわいい、好き。さて、カズマさんたちいるけど、これどこかに映り込むパターン1あるだろ。これ多分ね、僕の予想だけど映り込むよ、多分ね。めぐみんとユンユンがなんかやってるうちにね、後ろでね、一生懸命ね、大工仕事をしてるから。アクアたちが大工仕事をしてたり、アクアが路地裏で入ってたりとかしてると思います。すぐそばにいたんだな。思いのほか近くにいました。でもユンユンって結構後から出てきたけど、ユンユンとだから別れるフェーズがあるっぽいんだよな。そうなったらどこで別れるんだろう。ああ。次。さあ行きましょう。オッケーオッケー、行こう行こう行こう。さて、駆け出しの街のアウトローたち。そうか、まだ募集出してないか。そうか、もう近々カエルに食われるのか、めぐみんは。お、受付の方。あら、久しぶりに見た。あら、そうですね。ああ、爆裂魔法しか覚えてない。おい、なんでだろう。
どうしたの？はいはい、何？見せつけようとしているわけ？あら、あら、頑張れ、ユンユン。お？一番美味しいところを狙う？あら、見せつける気か。そういうあれか。なるほど。あ、すごい高いんだけど、あの本当に知力は高いのか。まあ知力は高いんだろうけどな、方向性が間違ってるだけ。うん、うん、まあ、犯罪歴はないだけだよ。前科はないだけで結構。お？昨日の人？誰だ？アクア？アクアじゃない？アクアじゃないかな？あ、アクアだ！で、めちゃくちゃラックの高い男の子もいるからな。あ、ここで、お！あなたよく見る顔だよね。あ、知力が足りないって言われちゃうのか。あいつら、あいつら、あはは、あーくわだー、噂がひどい。素晴らしい、素晴らしい経典だと思うけどね、悪手図教。まあでも恐ろしいことにね、アクアのパーティーに入りたいとは思わないんだよね。見てては面白いけど。お、メンバー募集。お、戦士ライナ盗賊と、うん、本名です。そうですよ、練馬木とかドドンコとかヒョイザブローとかもいますよ。家族には、家族、親族、友達。そうだよね、アークプリーストと。クリネズミ、何、なんかトリコに出てきそうだけど。あら、でも爆裂魔法だから多分全て散ってしまうんじゃないか。吹き飛ばしすぎた、かわいい。うっ、エクスプロージョン。あーあー、もうめちゃくちゃネズミだけをやってほしいのに栗の木ごと言ってしまった。でも冷静に考えたら面倒見てくれるカズマさんってすげえな。そうね、ちょっと手に余りすぎるわこの火力は。うわー、遠巻きに断られている。気を使われている。やばいやばいやばい。気を使われている。で、その結果爆裂を打つために、あのデュラハンさんのお家に何発も、サンマ？カズマさん。ひどい。
ひどすぎる。ひどすぎる。お、ユンユン。あ、ユンユン。勧誘来ないんだ。すごい減り下っちゃってるのかな。あら、かわいいな。でも多分本当に、あら、あら、サンマの塩焼き。けど多分、そうか、ユンユン置いてきぼりでカズマたちと出会ったんだろうな。さて、ユンユン。なかなか難しいな。あのバンドメンバープロ志望東方ボーカルレベルにちょっと応募するのに勇気がいる。ユンユンを知ってればね、知ってれば全然行くんだけど。さて、うん、これあれダクネスじゃないの。ダクネスお嬢様だもんね。お、怖い。さあ魔法使い。おう、理解がある。すごい、なんかディオ様みたいな格好してる人がいるんだけど。はいはい。あ、出たわね。出たわね。あ、あれじゃん。やばい、名前忘れちゃった。あの盗賊の子、あのカズマによくパンツ盗まれる子、なんだっけ。うん、あ、まあそうね、爆裂しちゃえばいいから。一撃しか使う。あ、スライム、これ飛び散っちゃうんじゃないの。すごい作画。え、これ飛び散っちゃわない、大丈夫。スライム灰になるのか、大丈夫か。あー、やっぱりそうでした。おお、でも依頼達成。おお、あ、ディオ様。顔？あ、言わなきゃいけないこと？すごい。あ。覚える気もないんだよな。燃費が悪すぎる。あー、でももう本当に切り札にはなるんだけどね、この。天才ではある。才能の使い方を間違う。芸人？これアクアじゃない？なんだ、バナナ。あはは、叩き売り。お、何してんの。やばいやばい。カズマさん、ひどすぎる。やばい、将来のパーティーメンバーが不安すぎる。将来のパーティーが不安すぎる。
あら、なんて可愛いんだ。落ち着く。寝巻きユンユン可愛すぎないか。一人でずっとチェスをやってたのか。うん。お、来た。うん。うん。あら、やばいな。うん。誰だろう。もう出てるかな。記憶にないな。ユイ、うん、まあ適度な魔法使いがいい。お？ユンユンくらいならもう引く手あまただけど、ユンユンからいけないのが、あー、エクスプロージョン。これが星一徹アタック。チョムスケ可愛いな、ユンユン。さあ、どこでやってる？街中で撃ってない？大丈夫？そうか、でもいろいろと見放されたけど、カズマだけは面倒見てくれたんだな。すごい風穴が開いてる。この惑星が終わる、そろそろ。っていうか多分駆け出しの町にお呼びでないっていうだけなんだろうな。もっと成熟してきたらめぐみんみたいなのが欲しいっていう人はいっぱいそう。ギャン泣き。お、なんだ。運んでくれるの。あー、あの、そうですね、あの魔王軍の幹部の、あー、いる。いる。後ろに後ろにいる。ちょっと背景が気になって入ってこない。店主さん、あ、はいはい、もう出てきてる。ビズさんだよね。あれ、ビズさんじゃない。商売をしてるのはビズさんだよね。爆裂、でも爆裂魔法ってビズさん使わないよね。なんか資料魔法系だよね。さて、この前に顔向けできるようになってから、わ、でもアルカンレティアで会えたかもしれないんだな。さて、みんな敬遠してないか。大丈夫。お、あ、みんな取り下げてる。かわいい。何この子、教師みたいな子。かわいい。やばいやばいやばい。そうか、でも確かに、あ、
でもメグ見たら確かに賠償とかで破産しそうだよな、パーティーが。やばいやばいやばい、害じめにされてる。かわいいこの子、レギュラーにしよう。そうですね、魔王軍幹部の。ん？ああ、もう一目惚れされてる。そうね、やばい。お、うわ、すごいすごい人。ちょっとやめておこう。推しに弱すぎるこの子は。あ、どうあがいても変態。推しに弱すぎる、めぐみ。めぐみの友達が。そうなのよ、めぐみが心配している。あ、もうやばい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 。そうね、加速してる加速してる。ん？ふ、二人で？おう、まあ、ユンユンとしてはそれが一番なんじゃないの？ニュンニュンとしてはそれがいいんじゃない？お？あ、僕は覚えてない。うん。やばい。ごめんなさい、ごめん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 、僕も忘れてた、僕も忘れてた。やばいやばいやばい。大丈夫、馬小屋があるから。あー、馬小屋には女神様がいるから。と、馬小屋にはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。おっ、まあユンユンがいればお仕事にはなるでしょう。ジャージの作業員、青髪の作業員、ね、粘液まみれの記事、まあ、あの名前を、名前をクレジットしてあげてください。神回すぎる今回、やばすぎ。なんか本筋より背景が面白すぎたわ。まあそうですね、あの人たちとはかからない方がいいかもしれないですね。うん、かからない方がいいよ。ちょっとだってまともじゃないもんだって。動画がいても、ドアガイドは多分青髪の方が多分まともじゃないですよね。いやでもなんかこう見ると旗から見てもカズマさんって愛らしいなと思うな。だいぶめちゃくちゃしてたけどな。勇気を出す、勇気を出す。いいね。でもでもなんかこんな状況でも拾ってくれたカズマたちってめちゃくちゃ懐広いな。まあでも多分感覚がバグっていたっていうのもあるんだろうけどね。うん、そりゃだってアクアがいるんだもん。アクアが問題だもん一番。あのパーティーの中で誰が一番問題かってなったら多分アクアだからな。そうか、知力が足りないって言われてしまって、とてもとても。さて次回、爆裂娘と森のイレギュラー。ああ、スライム飛び散らかした。悪。さてさてさて、これ白静け悪魔。
え、承認欲求にエクスプロージョン。いいな、最高すぎるなこのアニメ。はい、というわけで、見終わったわけなんですけれども、この素晴らしい世界に祝福を。面白いな、やっぱり第10話。安心感がありますよね、やっぱりカズマとアクアのやりとりはすごい安心感があるね。いいな、彼らはこうやってバイト生活をしてたんだなって思うと、毎日が一生懸命生きないといけないなっていう風に思うし、アクアの知力が足りないのはもう絶望的ではありますけれども、ただただ一生懸命彼らは生きています。そういう風に思うとこの世界観というのもとてもとても元気になるんじゃないかなという風に思います。なぜか主人公じゃないコウマ族の2人がピックアップされていたけれども、裏の2人は頑張っていた。どうなんですか。あ、この素晴らしい世界に爆炎をという作品でした。大変申し訳ございません。では何ですか、あのモブは。うるさすぎます。はい、あのモブのせいで全くもって会話が入ってきませんでした。はい、なんかうるさいモブだな、なんか変態的なモブがいるな。スライム粘液まみれになってぐちゃぐちゃになっているモブもいました。はい、そしてなんかどこぞの貴族様が、指名手配なんか捜索願いを出されていました。多分あのド M の、女騎士さんとは関係ないと思いますけれども、探さないといけないですね、いつかねっていうところで。いや、とてもとても心が温まるお話だったなというふうに思っております。はい。いや、いいな、面白すぎるな、このあのアクアとカズマがいるだけでなんてこの実家のような安心感。この二人がいるだけで本当に安心できる。なんて幸せなんだこの二人の掛け合い。なんか、ああ来たなこの世界って感じがする。めぐみん大暴走会もいいけど、やっぱりこの二人の掛け合いだよね。掛け合いはまたいいよな。まあでもあっちこっち適当な場所にぶっ放していたら、あのデュラハンさんのお家が大変なことになってしまうというところですね。城にもっと遠くへ行けって言われたからこそ、主犯はあの金髪の優しいおじさんなんじゃないか。やられてしまう、悲しい。あの後ブチギレでやってくるんだもんな、爆裂魔法ずっと落ち込まれて、あのボールの俺の魔法に、俺の城にバカすか爆裂魔法打つ頭のおかしいやつはどこのドイツだっつってやってくるから、いや楽しみすぎる。いやいいな、これを見た後改めてこのスバ見るとまた変わってきそうですね。いやいいな、たまらんな、見てて超面白いですね。最高でしかない本当にこの作品とてもとてもいいでございます、見てて。最高。マジで最高。笑いっぱなしだった。でも、魔力、カンストだっけ？なんか魔力、でも、すんごい能力高いんだよね、アクアってね。知力が足りないっていう絶望的なあれなだけで。なんか、いろいろとあるんだよね。でもなんか、すごい才能を持っているのに、なんか宴会芸スキルにばっかりなんかスキルポイント振っちゃってるとか、そういうんじゃなかったっけ？だからなんかそんな感じで、で、俺もチートなのかなって思いきや、カズマはラックが高いだけで、あとは平凡みたいな感じだったよね、確かね。いいな、安心感が半端ないわ、マジで。もうさ、どんどんさ、主役を食いにかかってるよ、このスピンオフの。この二人がいるだけで安心できる、本当に。いいなぁ、アクアとカズマ。完全に夫婦漫才だもんね。とてもとてもいいなぁ、やっぱり。でもやっぱり、めぐみもすごい大変だったんだね。やっぱり爆裂魔法しか打てないっていうのは相当な制約の中で、いろいろとお断りされる。やっぱりそうだもんね。いろいろと吹き飛ばして賠償だなんだっていうのもいっぱいあるし。そう、なんかアクアかめぐみんかどっちだっけ、なんかね、壁吹っ飛ばして賠償金かみたいな話があったよね。なんか、街の壁ぶっ壊して賠償金で借金大量みたいなところがあったと思うんだけど、あれみたいなところとか、まあいろいろとあったりなかったりして、すごい大変だったんだなっていうふうに思います。はいはいはいっていうような感じで。いや、いいな、最高だった。ちょっと次回もまた絡んでくるかな、また絡んできてほしいな。ちょっと噛み替えすぎたわ、今回。最高でした。はい、というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わると思います。次回また悪魔と出会ったりなんだったりって動いていくと思いますので、どうなっていくのか。多分12話で多分カエルの任務になっていくんじゃないかなというところで、まためぐみ視点でね、多分カエルだよね、ジャイアントトードの任務が最初だよね。あの依頼を受けに行ってどういう風に見ていたかっていうのも明らかになってくるのかなって思うと楽しみで仕方ないですけれども、あんなめぐみを最後まで面倒見てくれるカズマさん、なんて懐の深い人なんだ、クズだけどっていうところで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、この素晴らしい世界に爆炎を第10話でした。バイバイ。